お嬢様、いい加減寝てください。いつまで通話をしていらっしゃるんですか？これは没収です。当然。ご友人と仲良くするのは結構ですが、睡眠の質が下がってしまいます。ケチではございません。お嬢様の体を思ってのことです。ん？よく見たら、この名前。男？破壊します。ふん。お嬢様と夜遅くまで通話をするなんて、どこの馬の骨だか。そんなに騒がないでください。携帯なら新しいものを買ってあげますから。そうだな。今度はちゃんと GPS をつけて、あだ、あだだ、な、お嬢様。そんなに怒らなくても。ああ、わかりましたよ。私は部屋から出て行きますから。その代わり、ちゃんと寝てくださいよ。おやすみなさいませ。はぁ、お嬢様、なかなか起きてこないな。昨晩は、少しやりすぎてしまったでしょうか。お父様から、お嬢様をお守りするように命じられてはいるが、命令を盾にして、自らの感情で動いてはいけませんよね。お嬢様が起きてきたら、しっかりと謝らなければ。お嬢様。おはようございます。その、昨晩は申し訳、無視。お嬢様、本日の朝食、今日はいい天気ですね。お嬢様と学校に向かうのが楽しみです。今日は、送らなくていい。なぜですか？きっちりと私執事が校門まで送り届けなくては、どんなトラブルが起きるか。まだ、怒っていらっしゃるんですか？怒るのは構いません。ただ、物に当たるのは違うでしょう。このお皿一枚一枚にも、丹精を込めて作った方がいらっしゃるんですよ。ではもういいです。ご勝手にどうぞ。私はもう知りませんから。これ。初期設定はしていませんが、新しい携帯です。どうぞ使ってください。はぁ、完全な喧嘩をしてしまった。もうそろそろ夕方。お嬢様が帰ってくる時間だな。結局、掃除が全然手につかなかった。お嬢様、もう私のこと、執事として使えさせてはくれないのでしょうか。私は、
この屋敷以外行く場所なんてないというのに。今度は冷静に、お嬢様に謝らなければいけませんね。なんだ突然。まだ清掃中だぞ。いくら不在とはいえ、勝手にお嬢様の部屋に入るなんて。学校でなんだ？落ち着いて話せ。火事？なんだこれ？建物全体が。学生の避難はできているのか？そうか。じゃあ、お嬢様はどこに？くそ、こんだけ野獣馬もいたら、見つかりっこないぞ。連絡も出てくれないみたいだし。そうだ。GPS。今朝渡した携帯を、お嬢様が持っていてくだされば。え？この GPS。校舎の中？おい！そこのお前、確かお嬢様と同じクラスだったな。お嬢様どこにいる？わからないって、一緒に逃げなかったのか？じゃあ、やっぱり取り残されてるのか？お前、このスーツを持っていろ。少々、暑いところに行ってくる。くっそ、ダメだ。火が強すぎて、全く前が見えない。お嬢様！お嬢様！どこにいらっしゃいますか？くそ。私は嫌ですよ。お嬢様とのあんな別れ方。絶対に助けますから。お嬢様！よかった。一階にいらっしゃったんですね。お嬢様。ダメだ。煙を吸いすぎてる。すぐに連れて行きます。意識をしっかり。いけません。喋らなくていいですから。私は大丈夫です。このくらいの火傷、どうってことはありません。お嬢様を守るためだったら、何だってしますよ。何だって。さあ、行きますよ。しっかり捕まっていてください。お嬢様、愛してます。お嬢様、お嬢様、お嬢様。あ、よかった。目を覚ましました。だいぶうなされてたみたいですから。気分はいかがですか？おっと。どうなさったんです？突然抱きついて。ぎゅー。
よかった。ええ。やけどによる体の傷はほとんどないと思います。ただ、煙をかなり吸ってしまいましたから。はい。医師からは、もう心配しなくてよいと伺っているので、安心してください。ん？ああ、私ですか？あまり見ないでください。こんな全身包帯だらけじゃ、執事服すらまともに着られない。いいんですよ、こんなもの。お嬢様が無事なら、それでいいんです。それより、先日は、申し訳ございません。お嬢様のスマホを、勝手に壊したりして。それに、その後も冷たい態度をとってしまいました。あんな状態でお別れなんて、死んでもごめんですから。だから、何があっても後悔をしないように、今後は、毎日愛を伝えようと思います。ん？重くて結構。お嬢様、愛してる。命が尽きるまで、永遠にお守りいたしますからね。